はい、えー、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでアイさんからですね。英語の A とイ i アイ、ね、さんでいいかな多分。はい。ということで、スターズシグネチャーは3つですね。しょ。初めてご依頼ですね,ですね、まあ。ボックスね。普通に通販ではちょいちょいね。ご利用いただいてましたが。はい。じゃあ、えー、1箱目いきます。せーの。おパイロット。あウェッツさん。はい。写真が違うわ。若いときの方だ。 今日一回あのね、9の映画の、あ、やっぱ2になってるわ。年、お年を取った方が多分一番なんでしょうね。はい。元祖ね。パイロット、ね。ウェッチさん。ルークの親友という設定です。はい。で、2つ目。いいっすね。紋リからありますね。 一人三種類ぐらいって話ですけどね。いきます、せーの。ああ、ボバあアニメのボバだけど声がダニエル・ローガンさん当ててんのか。ね。実写のボバと一緒ですよ。ほらほら。ダニエル・ローガンさん。あアニメの方もあるんだ。なるほどね。99枚限定の22番です。いいっすね。うん。子役のボバね。 で、えー、大人になってから、この子役の、うん。はい。ボバの声を当ててる。っていう感じです。うん。まあまあですね。ウェッチさん、ボバ。で、3つ目。うん。この辺が出てくるといいですね。はい、行きます。せー。 えと一応、ジェダイマスターっすね。<laughs> あ、でもアニメの方か。ちょっと似たようなキャラクターいますけどね。どうなんだろう。はい。ブレアー・ベスさん。ということで、えー、ノンシリ、ボバ、ダニエル・ローガンさん、で、ウェッチさんということで、まあ、ノンシリ2つ、シリアル1つにしては、まあ、メンツ的にはまあまあかなと思います。はい。あの、実写のボバーヘッドの子供の その方が大人になって、えー、アニメの、えー、子供ボバーの声を当ててる。ねはい、すごいですね、そう考えるはい、ありがとうございました。